朝雲は日本海軍の駆逐艦、一等駆逐艦、朝潮型の五番艦である。スラバヤ沖海戦、第三次ソロモン海戦、ビスマルク海海戦、キスカ島撤退作戦など、太平洋戦争の数々の海戦に参加。1944年10月下旬の冷凍機海戦で西村艦隊に所属して、スリガオ海峡へ突入。 米艦隊の砲撃で撃沈された。艦名は、海上自衛隊の山雲型護衛艦3番艦、朝雲に継承された。神戸川崎造船所で、建造予定の駆逐艦、朝雲は、1936年10月22日に、命名。同日府で、姉妹艦、三雲、工作艦、赤石も命名されている。同年12月23日に、寄港。 1937年11月5日、浸水。1938年3月31日に、竣工。同時に第41駆逐隊に編入された。同年12月15日、第3予備艦となり、横須賀海軍交渉で、上タービン機関の改造工事を実施した。1939年11月15日、所属の第41駆逐隊が、 第9駆逐隊となった。1940年6月の満州国皇帝、不義法日の際に、横浜港で満館食を施した朝雲の姿が、日本ニュースの映像に記録されている。同年11月15日、第9駆逐隊は、第2艦隊、第4水雷戦隊に編入された。太平洋戦争開戦時には、同慶館、三雲、夏雲、峰雲と共に、 第9駆逐隊に属し、美リンガ沿岸上陸作戦を支援した。12月下旬、三雲は触来して、損傷、第9駆逐隊と分離して、日本本土へ開港された。1942年1月より、タラカン、バリックパパン等の攻略作戦に加わり、2月にマカッサル攻略作戦に協力。2月27日、第9区畜隊、第1小隊は、 第4水雷戦隊各艦とともに、スラワヤ沖海戦に参加。両艦は、日本艦隊の勝利に貢献したものの、朝雲は一時航行不能となる損害を受けた。第5戦隊、第2水雷戦隊、第4水雷戦隊各隊が、遠距離砲船来撃戦に終始する中、第9駆逐隊の未距離6000メートルまでに告白して、魚雷を発射、従順エクセターを援護しようとした。 駆逐艦2隻と距離3000メートルで砲撃戦となる。朝雲はエレクトラの砲撃を受けて一時航行不能となるも、峰雲と共同でエレクトラを撃沈した。速力12ノットとなった朝雲は峰雲に護衛されて人力相打で、機体、何位6度38分統計111度43分、何位6.633度統計111.717度。 マイナス6.633111.717地点で闘病して応急修理を行い、片言航行可能24ノット発揮可能となる。28日、朝雲、峰雲は第4水雷戦隊及び輸送船団と合流、駆逐隊司令官は夏雲に変更され、朝雲はバリクパパンに開港された。なお、第9駆逐隊の戦火報告は、 軽順一石撃沈であり、戦火検討の石上で依存を唱える者に対し、佐藤司令は遠くに逃げていた奴に何がわかると怒鳴り、第五戦隊は第九駆逐隊の報告を受け入れざるを得なかったという。朝雲は3月2日から18日まで、ボルネオ島バリクパパンで応急修理した後、工作マ山コマルを越え、その後、ナイチへ向かった。 3月29日、横須賀に到着し、修理を行う。5月15日、三雲は、第9駆逐隊から除籍される。第9駆逐隊は三隻編成となった。同時期、第4水雷戦隊機関、中も、長期修理のため4水戦から、除籍、軽巡洋艦、ゆ良が新機関となった。修理を終えた、朝雲は六月のミッドウェイ海戦に攻略部隊として、 参加した。ナ雲機動部隊の壊滅後、第5戦隊、第9駆逐隊、給油艦原洋丸は、牽制部隊として、米育島近海で行動する。米ク島の基地航空隊と連携し、議電を更新するなど、米軍機動部隊の誘引を、試みたが、特に成果はなかった。6月14日より、北方部隊に編入され、補給部隊と合流して北上した。 アリューシャン方面に転じてからは、第5戦隊に加えて、戦艦、混合、第1水雷戦隊、第21戦隊等と行動を共にする。北方での任務終了後の7月20日、第9駆逐隊、第1小隊は、従順洋艦、鳥海のラバウル進出を護衛して、葛島を出発したが、途中で、第16駆逐隊、第1小隊と交代する。 8月1日、クエゼリン艦賞に立ち寄り練習巡洋艦、カトリと合流、8月8日に横須賀へ到着した。不時着した西木飛行艇の捜索に向かった夏雲を除く第9区逐隊は第4戦隊を護衛してトラック白地へ進出24日から25日の第2次ソロモン海戦に参加する。その後、9月20日から、 ガダルカナル島輸送に9回従事した。10月5日、第9駆逐大量艦、ミネグモは空襲により損傷、戦線から離脱した。10月12日、サボ島沖海戦の損傷艦救援に向かった第9駆逐大量艦、ナツグモが空襲を受け沈没、朝グモは同艦乗組員の救助を行う。10月25日、第4水雷戦隊機関、 秋月が被弾して、中波、秋月以前の機関だった、軽巡洋艦由良も沈没した。高間艦第四水雷戦隊司令官は一時、村雨に、長期を掲げた後、10月31日から機関を、朝雲に変更した。11月中旬、第四水雷戦隊機関朝雲は、第二駆逐隊、第27駆逐隊を指揮し、第11戦隊を中核とする。 低新艦隊に所属して、第三次ソロモン海戦に参加する。低新艦隊は悪天候の中で何度も反転した、ため四水戦の陣形は、崩れ、警戒隊として先行するはずだった、朝群馬及び、第二駆逐隊、第一小隊は、第十一戦隊本隊と同行することになり、第二駆逐隊、第二小隊のみ艦隊全面に突出する格好となった。 このような状況下で始まった13日第一夜戦で、停戦艦隊は、駆逐艦、赤月沈没、戦艦、機艦、比叡相打不能、駆逐艦、夕立高校不能、雷、天津風中波、村雨、春雨損傷という損害を受ける。午前1時、朝雲は炎上する、夕立に接近。高橋令官は、夕立乗組員に艦を放棄して、 ガダルカナル島へ向かうよう命令した。カッターボートを下ろした、グ雲は、夕立を残して離脱していった。その後、サミダレが救援のために到着し、夕立乗組員を救助している。グ雲は、戦艦、霧島を護衛して、戦闘海域を離脱した。第一夜戦で、グ雲は、砲八88発、魚雷8本を発射、敵駆逐艦一石撃沈を記録した。 一方、摂風、正月、しぐれ、白露、夕暮れに護衛されていた、比叡は、空襲を受けて損傷が進み、13日夕国になって放棄され沈没した。日本海軍は、艦隊の再編を行い、戦力を整えた。第一夜戦に参加した、朝雲、さみだれ、正月は、近藤の武中将の指揮下に入り、再び、ガダルカナル島へ向かう。 これを、米軍第64任務部隊の米新鋭戦艦2隻が、迎撃し、第3次ソロモン海戦、第2夜戦が正規する。朝雲は、秋月型駆逐艦、正月に対し、魚雷戦を命令。朝雲は、酸素魚雷4本を発射して日本命中を確認、他艦と共同により、ノースカロライナ級戦艦一隻撃沈と記録した。同様に、 アタゴ、タカオも多数の酸素魚雷を発射して、米戦艦撃沈を報告したが、実際には、米駆逐艦の残骸に命中するか自爆しており、米戦艦に命中した魚雷は一本もなかった。結局、アタゴ、タカオ、霧島、アサグも、正月は、米戦艦に決定的損害を与えられず、逆に、霧島がワシントンに撃沈された。戦闘終了後、 駆逐艦3隻は沈没直前の霧島に接近して救助活動を実施。朝雲は霧島の乗員618名を救助しトラックに帰討する。本海戦において朝雲が受けた被害はなかった。11月下旬、4推薦機関は、軽巡洋艦、ながらに変更された。12月中旬、朝雲、しぐれは横須賀から、 トラック白地へ進出する空母2隻特築艦2隻をサイパン付近までで迎える予定であったが、ビューフォーは12日の米潜水艦の乱撃で中破、横須賀へ飛退した。沖高、宇月のみ横須賀からトラックへ向かい、朝雲、しぐれはサイパン北西で2隻と合流した。この後も朝雲、しぐれは空母、沖高の横須賀トラック往復を護衛した。 1943年1月21日、米潜水艦、シルバーサイズの来撃で撃沈された、輸送船、名堺丸救援のため、朝雲はトラック白地を出発し、名堺丸の乗員を救助した。1943年2月上旬、朝雲は、ガダルカナル島撤収作戦参加した。当初は、支援部隊として行動していたが、第一次撤収作戦で、 第31駆逐隊、マキナ波が大破。第10駆逐隊、ケンウンが沈没。その代官として、朝雲と、サミダレは、撤収部隊に編入され、ガダルカナル島方面に進出する。第4駆逐隊、マイフ風が損傷した第2次撤収作戦。第17駆逐隊、イソフーが損傷した第3次撤収作戦の両方に、参加したが、被害はなかった。2月中旬。 朝グマは、第9戦隊、第10駆逐隊、サミダレ、サツキ、フズキ、長月と共に、上枠輸送戦団を護衛した。2月28日、第3水雷戦隊、第8駆逐隊、第9駆逐隊、第16駆逐隊、第19駆逐隊は、陸軍輸送戦団を護衛されて、ラバウルを出撃、速力9ノットで西方へ向かう。3月2日、 B-17、e、爆撃機による爆撃で輸送船、朝日森丸が沈没、朝雲と摂布は、船団に先行して、雷へ向かい、朝日森丸の人員や物資を揚陸すると、再び船団へ戻った。3月3日、雷輸送中に、ダンピア海峡で、ビスマルク海海戦が起こり、輸送船団は、クレチン岬南東沖で、アメリカ、オーストラリア軍機の空襲を受けた。 空襲により輸送船は全席沈没。また護衛の駆逐艦4席も沈没した。朝雲は、撤風、裏波、敷波及び救援のために駆けつけた、初雪と共に救助活動を行う。485名を救助。最後まで救助活動を行った、朝雲、敷波、撤風は3月5日に、カビ園に帰島した。同日、 コロンバンガラ島輸送作戦に従事していた、駆逐艦、村雨と第9駆逐隊、峰雲は、米艦隊の奇襲により一方的に撃沈される。峰雲の喪失により、第9駆逐隊は、浅雲一隻となったが、4月1日府で、駆逐艦、薄雲、白雲が編入されて、戦力を回復した。なお、浅潮型ネームシップ、浅潮の沈没に伴い、同日府で、 朝潮型駆逐艦は満潮型駆逐艦に改定された。その後、朝雲はコロンバン柄島輸送作戦に10時3月8日、3月13日、4月1日、4月5日、4月6日をもって朝雲は外南洋部隊から除かれ北方部隊に編入された。13日は雪風16日には第10駆逐隊が、 外南洋部隊から除かれ、代わりに、第十五駆逐隊、海風、萩風が、同部隊に編入された。4月13日、朝熊は、横須賀に帰島し、第五艦隊第一水雷戦隊に編入される。5月21日に、アッツ島に向かうが、予定を変更し、バラムシル島方面の総会に、従事した。7月29日、キスカ島撤退作戦に加わり、 以降10月末まで、千島方面海域で対戦商会、戦団護衛に当たった。9月1日、第9駆逐隊に満潮型霞が編入されて4隻編成となる。10月31日、朝群馬は第9駆逐隊から除かれ、第3艦隊、1 1 0隊の第10駆逐隊に編入された。ミッドウェイ海戦時の第10区隊は、遊具も、剣運 風雲、周雲の4隻編成だったが、遊雲、県雲を喪失して、風雲、周雲の2隻となっており、朝雲の編入で3隻編成となった。朝雲は横須賀で整備を行った後、内地から林河白地間を第一航空戦隊、戦艦、ヤマトなどを護衛し、1944年3月15日に林河白地に到着した。第10駆逐隊は、 輸送船団護衛や空母、大砲の発着艦訓練等に従事。4月11日、駆逐艦、周運が、米潜水艦、レッドフィンの来撃で撃沈され、胴体は、風雲、浅雲の二隻となってしまった。5月30日以降、第10駆逐隊は、戦艦、不走の護衛として、今作戦に参加した。6月8日、第10駆逐隊司令官 風雲が、米潜水艦兵役の来撃で撃沈されて駆逐隊、司令赤沢千久男大佐が戦死、朝雲は乗組員の救助を行った。また、駆逐艦、響き、中層も風雲乗組員救助のために派遣されている。6月下旬のマリアナ沖海戦には、機動部隊本隊に加わり、24日、柱島白地に帰投した。7月10日、 第10駆逐隊は解体されて、朝雲は第4駆逐隊に編入、胴体は定数4隻を回復した。三雲は海戦時の第9駆逐隊所属艦である。10月中旬以降の早号作戦で第4駆逐隊は分散配備され、野分けのみ、栗田艦隊、第10戦隊機関、矢作及び第17駆逐隊と行動を共にする。第4駆逐隊3隻は、 戦艦、山城、不装、重巡洋艦、最上、駆逐艦、しぐれとともに第一遊撃部隊第三部隊に所属して0手湾突入を目指した。10月25日、西村艦隊はすり顔海峡に突入したものの、しぐれを残して全席撃沈された。満潮、三雲に続く三番手に位置していた浅雲は、米軍駆逐艦、マクダマットの魚雷攻撃により、 艦首を喪失、低速で反転離脱を開始する。午前4時頃、撤退中の従順、最上に追い抜かれた。だが2隻は追撃してきた、米艦隊の砲撃を受け、砲雷撃を受けた、朝雲は炎上。最上は、米艦隊を振り切ったものの、朝雲は、軽巡洋艦デンバー、コロンビアの2隻にとどめを刺された。総員退去後、朝雲は、 米巡洋艦及び駆逐隊の集中射撃を受けて沈没した。さらに米駆逐艦は朝雲から脱出した内科艇も撃沈、乗組員は漂着して捕虜となった。約200名が戦死し、また生存者25名がマニラ駆逐上部隊に編入されたという記録が残っている。なお、栗田艦隊に所属していた野分家も従順。 地区間救援中に撃沈され、第四駆逐隊所属艦は1日で全席を喪失した。1945年1月10日、朝雲は満潮型駆逐艦、帝国駆逐艦席のそれぞれから除席された。全滅した第四駆逐隊も解体された。森下級中佐。 1937年12月1日から1938年3月31日、森下急中佐、1938年3月31日から1938年8月1日、柳川正夫少佐、中佐、1938年8月1日から1938年12月15日、山田哲夫少佐、 1938年12月15日から1938年12月20日、中村健二中佐。1938年12月20日から1939年8月1日、有馬時義少佐。1939年8月1日から1939年9月1日、山田哲夫少佐。 1939年9月1日から1939年10月10日、脇田木一郎中佐。1939年10月10日から1940年11月15日、有金独自、中佐。1940年11月15日から1941年8月20日、岩橋徹中佐。 1941年8月20日から1943年6月9日、柴山和夫中佐。1943年6月9日から1945年1月10日。ありがとうございます。